どうも抹茶です。 PUBG モバイル、今回も前回に続き負けないパラシュート理論をお届けします。今回はついにパラシュートの核心部分に迫りたいと思います。ですので前回の動画をまだ見ていないっていう方は動画概要欄に URL がありますので前回の動画を見てからこの動画をご覧ください。それでは前回の続きをどうぞ。足して 1400m 説でうまくいきそうですね。ただちょっと待ってください。斜め直下切り替え時のこの約 80m の遅れ、これは本当に解決できないんでしょうか。この部分でしていることといえば、左スティックを斜めに入れエイムを真下に向け角度を調整している、たったそれだけですよね。右側のエイムは必要だとして、左側のスティックをあらかじめ倒しておくことによってこの問題を解決できないでしょうか。何でもできることはやってみましょうということで実際にやってみました。先ほどとほぼ同じ 900m ちょいで飛び出しました。その後すぐに斜めにスティックを入れて目的地に向かって飛んでいます。もし減速しないんであれば足して 1500m 説が使えますので 500m ちょいで直下に切り替えてみたいと思います。さあこのまま目的地に無事たどり着けるんでしょうか。スピードは 234km、 きちんと乗ってますね。で目的地まで 100m 切りましたね。目的地まで 80m でパラシュートが開きましたので、スピードが乗ってる場合 110m ほど進みますので 20m オーバーぐらいかな。はい、足して 1500m うまくいきましたね。それでは詳しく見てみましょう。まずは斜め水平飛びの速さを確認してみましょう。十分に加速した10秒間のサンプルを取ってみます。ピンまでの距離 720m から飛び出して10秒後に 320m 地点、ということは10秒間で 400m 進んだことになりますので、時速にすると144km、 まっすぐ飛んでる時と同じ速さですね。ですのでこの飛び方自体に問題はなさそうです。それでは斜め直下に切り替えた瞬間の減速はどうでしょうか。前回同様赤い線が一定の速度で進んでいきます。はい、抹茶が操作で少し手間取ったっていうのもありますし、本当の意味では正確ではないかもしれませんが、前回の 80m より明らかにタイムロス減っていますよね。そして何より足して 1500m 届きました。それでは目的地までにかかった時間の差はどうでしょうか。前回と比較してみたいと思います。全く同じ環境で実験できればいいのですが、ゲームの特性上それは難しいので、できるだけ似せた状況で実験してみました。パラシュートを開くまでの時間が今回の斜め水平飛びで飛んだ方が1秒ほど早かったですかね。で到着も1秒ほど早いんでしょうか。で実際は斜め水平飛びの方が距離も多く飛んでいるということが分かりました。多少誤差はあると思いますが、今までの検証のトータルで考えると、飛んでる途中に斜め直下折りに切り替える場合は斜め水平飛びで飛んだ方が目的地に早く到着できそうです。さらに足して 1500m 説も使えて、目的地まで 1500m 以内であればどんな距離でもこれで最速で飛べそうです。斜め水平飛びの飛び方はこの動画の後半で説明したいと思います。その他にもまだまだ負けないパラシュート理論がたくさんありますので、次に進めていきたいと思います。パラシュートを正確に飛ぶには高度、標高についても知っていなければなりません。こちらの画像をご覧ください。この右側のメーターは今あなたがどのぐらいの高さを飛んでいるかということを表す高度計になっています。このスピードメーターが指し示す場所があなたの地面からの高さを表しています。このことに気づいている人は多いんではないでしょうか。それではこちらの図をご覧ください。この図は飛行機と高度計と地形の関係を表しています。飛行機から飛び出す高さはいつも一定です。しかし地面までの距離は地形によって一定ではありません。例えばこの崖の上を飛行している時、高度計はどのようなイメージで高さを表示しているのでしょうか。崖の高さを無視して平地までの距離を表しているのでしょうか。それとも崖の上までの距離を縮小して表しているのでしょうか。はたまた高度計のサイズは変わらずに平行移動して高さを表しているのでしょうか。答えを言ってしまうと最後の平行移動が正解です。なぜ今このようなお話をしたかというと、実はパラシュートの目的地の標高、高さですね、それとパラシュートが開くタイミングの周辺の高さっていうのが結構重要になってくるからです。どういうことか今からご説明しますね。まず山の上にピンを立てました。そこまでの距離 1500m です。さあ今から飛びます。
今までの理屈でいくとずっと上向きに飛んでいるだけで 1500m 届きますよね。ところがこちらの映像を見てもらうと分かると思うんですけれども、目的地の標高が高い場合は本来平地なら届く距離が届かなくなります。またミラマなどに多いんですが、切り立った崖とかがある場所、崖の上ではパラシュートを開く高度になっているので、強制的にパラシュートが開かれた場合でもその場所は目的地よりもかなり高い場所にあるので、パラシュートの時間が長くなり目標地点を大きく上回ってしまうなんてこともあります。結局ここで何が言いたいかというと、今まで出てきた距離 750m、1500m、110m などの距離はあくまで目安ということですね。ここまでの検証シーンを見直してもらうと分かるんですが、抹茶が着地している場所は基準として使いやすいようにできるだけ低い場所に着地するようにしています。ですので標高が高いところに降りる場合は距離をもう少し余裕を持たなければなりませんし、標高が低いところが目的地であれば 780m 直下降りということもありますし、建物の上などに飛び降りる場合は 750m では足りない場合もあります。ではどうすればいいかというと、理想は何度も同じ場所に降りて目安の距離通りでいいのか、それとも足らないのかなどを把握しておくのがいいですね。その他にはマップから、あーここは高そうだなとか、ここは平地だなっていうのを把握した上で距離を予想して飛ぶっていうのも良いと思います。それでは次に飛行機から飛び出すベストなタイミングを考えてみましょう。飛行機の速さは時速369キロと、目的地に近づいていく限りできるだけ長く乗っていたいのですが、こちらの映像をご覧ください。黄色いピンの目的地に向かってすごい勢いで迫っていますよね。ところが目的地が真横に近づくにつれてだんだんスピードが遅くなるのがわかるでしょうか。この辺りからかなり遅くなりますよね。その後目的地からどんどん離れて加速していきます。はい、今ご覧いただいた通りに目的地に一番近いタイミングは飛行機の真横に目的地が来た時です。しかしそのタイミングは目的地方向に向かってほとんど進んでいません。そんなに遅いならさっさと飛び出した方がマシということですよね。ということで飛行機が目的地に進む速さよりスカイダイビングやパラシュートの方が速くなるタイミングを割り出して、そのタイミングで飛び出したいと思います。ここでスカイダイビングとパラシュートどちらの速さで比較するかということについてなんですが、目的地までの距離が 1500m 以内の場合、スカイダイビングの距離で飛ぶ距離を調整しますので、飛行機が目的地に向かう速さよりスカイダイビングの速さの方が速くなったタイミングで飛び出します。逆にこの後出てきますが、 1900m ぐらいまで距離を伸ばしたい場合はパラシュートで飛行距離を調整しますので、飛行機が目的地に向かう速さよりパラシュートの方が速くなったタイミングで飛び出します。それではまず目的地までの距離が 1500m 以内の場合です。こちらの図をご覧ください。飛行機の航路が点線で、目的地が右側の離れた場所にあります。そして飛行機の速さとパラシュートの速さを矢印の長さで表したいのですが、飛行機が時速369キロ、スカイダイビングが時速144キロ、約 2.5 倍速さが違いますので、スカイダイビングの速さを方眼紙約 1.5 マス分の長さの矢印で表すと、飛行機はその約 2.5 倍の4マスで表せることになります。それでは飛行機を少し進めてみましょう。飛行機の速さは方眼4マス分の矢印、飛行機から目的地方向に線を引いて、矢印の先端から直角に交わる線を引きます。その交わった場所までの矢印が目的地方向への速度ということになります。この矢印の長さはまだまだ 1.5 マスより長いですよね。ですからまだ飛行機で移動した方が良さそうです。それでは飛行機をもう少し前に進めてみましょう。先ほどと同じように飛行機の速さ4マス分、そして目的地方向に線を引きます。そして矢印の先端から直角に交わるように線を引いて、そこまでの矢印が目的地方向への飛行機の速さになります。先ほどよりだいぶ短くなって、方眼約2マス分ぐらいでしょうか。まだ 1.5 マスより大きいですので、もう少し飛行機を進めてみましょう。同じように線を引いてみると、目的地方向への矢印は方眼紙約 1.5 マス分ぐらいではないでしょうか。ここからはスカイダイビングの方が速そうです。それではこの時のここの角度は何度でしょうか。縦8マス横18マスって分かってますので、簡単に角度は求められて約66度ということが分かります。ですので飛行機から見たら
前方に約24度のところに目的地が重なった時に飛び出すのがベストのタイミングだということになります。同じようにして飛行機が目的地に向かう速さよりパラシュートの方が速くなるタイミングを求めると前方に約10度の角度で飛び出せば良いことがわかります。ですので目的地が1500メートル以上1900メートルぐらいまでであれば前方斜め10度に飛び出します。それではここまでの知識を使って実際に飛んでみましょう。まず目的地にピンを刺します。そして航路からピンまでの距離をだいたい予測します。黄色い四角の一マスが1キロっていうのを利用してざっくりと1200メートルぐらいかなみたいな感じで予想を立てます。この予想でどういう風に飛ぼうかなみたいな心の準備をします。次にすることは目的地が飛行機より奥側に来るようにして飛行機を真横から見ます。角度的に25度前方に飛び出すために方位計を見ます。現在150になっているので5、10、15、20、25というように飛び出す向きを合わせます。これで斜め25度前方に飛び出す準備ができました。あとはピンがこの25度の部分に重なるのを待って重なった瞬間に飛び出します。飛び出した瞬間目的地までの距離は一瞬止まりますのでこの距離を覚えておきましょう。今回は 1250m で飛び出しました。斜め水平飛びをします。左スティックを右上30度から45度ぐらいに傾けます。傾けるのと同時に目的地のピンを方位計の中央と端のちょうど中間あたりに持ってきてキープします。今回説明のためにゆっくり手順を行っていますが飛び出してすぐこれを一気に行ってみてください。この状態を直下ポイントまでキープできたら一気に斜め直下折りに切り替えます。 1250m で飛び出したので足して1500になる数字、目的地までの距離が 250m になるぐらいで斜め直下に切り替えます。この時左スティックはキープしたままで何も操作をしません。右手だけで斜め直下の体勢に入りましょう。パラシュートが開いたら左スティックを前方に倒し方向を調整しながら着地しましょう。かなり最速で目的地に到着することができたと思います。一つ注意点ですが、飛行機から飛び出すタイミングを待っている時に重なるより前に目的地までの距離が 750m になってしまった場合はすぐに 750m 直下降りで降りてください。前方10度と重なるのを待っていると遅くなってしまいます。